私、講師とは、ドイツの高等教育機関において、教授職にはついていないが、教授資格を持ちつつ、教育活動を行う権利と義務を与えられたものを、言う。教授職への一改定とも考えられている。プリブ、ダス、PD などと略される。現在、日本で、博士研究員を指して、PD とするが、ドイツの PD は、これとは異なり。 博士号のドクターに加えて称号として用いられる。19世紀のドイツでは講義を選んで聴講する学生から講義代をもらうシステムだったため人気がなければ無収入となった。この項目の日本語訳はプリーパートを私、ダゼントを講師と直訳したもので日本人が訳語だけを見ても何のことかわからないいわゆるイカ翻訳の最たる例である。日本語の 講師の多義性も分かりにくくしている要因である。どうか翻訳ならば教授となろうが日本の教授が職名であるのに対しドイツではプロフェッサーは称号である。プライビットダゼントの称号を持つ者の中でも資格と職名とそれに伴う給与体系が様々に異なる。自分の講座、レイストゥールを持つ主任教授に対して資格教授とする訳語もある。 ありがとうございます。